はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルイージです。今回は This is a Police の続き80日目になります。続きをやっていきましょう。ビートバスターズダンススタジオトウモロコシ記念碑近くでショー開催、全然入ってこないですね。ビートバスターズダンススタジオっていう、おそらくダンスグループかなんかそういうものがあって、トウモロコシ記念碑近くでショーをやりますよっていう案内ですね。専門家、金製品は造船所を通して町に入ってくると分析。まあやっぱり海から入ってくる方が断然、まあなんて言うんでしょう、言い方悪いですけど、すり抜けやすいですよね。空港のセキュリティとかからはね、もうどうにもならないですからね。全部 X 線通しますからね。この前もですね、国際線乗った時に100ミリリットル以下の液体物を容器に入れていって、置けば、一応機内持ち込みできるので、赤外線じゃない、X 線をセキュリティで通した時にですね、なんかミッキーのロゴがついた入れ物に入れてたんですね。なんかミッキーのものもなんか持ってるだろうみたいなことをいきなり言われましたからね。ああ、確かにミッキーの入れ物に入れてたなと思って。まあそういう意味では空港はね、かなり厳しいんじゃないかなとは思います。最後、ミスコン参加者、足を骨折。わー、ミスコンに参加するような美女が足を骨折するなんて何があったんでしょうね。では、メモを最後に確認しましょう。ちょっといつも見てもよくわからないメモではあるんですが、チームの働きは個人の働きで決まると。さあ、では、仕事に今日も元気に出勤です。疲れすぎてフラフラです。今日は帰ってもいいですか？まあ、疲れてるんだったら帰っていいよ。じゃあ、今日は1、2、3、4、5、6、7、8人の警官に3人の刑事という体制ですね。では、やっていきましょう。BGM はいいでしょう。入れずにもう進めちゃいましょう。代わり映えがしないですからね。一回後頭部を殴られてから、BGM のバリエーションが変わりましたけど、それ以降はね、ここまで変わってないかなという感じですね。視聴者の方からは、一応全部、要請だけはしていきましょう。受け入れられるかどうかは別にしてですけどね。早速、自殺予告、フリーバーグ小学校。小学校ですね。女子中学生が化学の教師のオフィスに閉じこもって致死薬を混ぜ合わせて飲んでやると騒いでいる。教師たちはドアを壊して突入できない状態だ。この生徒は過去にも不可解な行動をとっていたようだ。同級生は失恋したのだと思うけれど、詳しくはわからないと言っていると言っていますね。まあ、ここは、自殺未遂なんでね。ベイカーとケネディのこの2人でいいでしょう。特にこの2人何か問題がある行為をしたこともないので、まあいいでしょう。一応警官にも個性があったりして、まあ絶対に派遣しちゃいけない事件とかもあるようなので、まあ少しは気にしてはいるんですけども、いかんせん刑事、警官、種類、人数多くてですね、把握ができないといえば把握ができないので、もう本当はね、メモをしながらやったりするといいんじゃないかなとは思いますけどね。犯人を捕まえた。この時の犯人っていうのは何？その自殺予告をした中学生なんですかね。中学生に手錠をかけちゃったんだな。まあ、メモをしながら、例えばミルサップはなんか二日酔いが多いなとかっていうのが分かっていればね、メモして、それに対して何かしらっていうのはね、対策取れるのかなと思うんですけど、ちょっと実況しながらさらにメモを取ってっていうのはね、ちょっとなかなか難しいので、記憶にだけ頼っていきましょう。で、サンドからの依頼です。ジャック、今日の16時39分に室寮でちょっとした用事がある。質屋ですね。札の邪魔が入らないようお膳立てをしてくれ。お礼は2000ドルで十分だなと。まあ、そろそろサンドともね、決別していきたいなと思うんですけどね。詐欺事件です。デオニソス、避けて。女性客をナンパしようとしたレジ係がワインを売るには年齢確認が必要だと言って身分証明書の提示を求めた。
その後、レジ係の男は警察に通報し、彼女の身分証明書は偽だと主張した。35歳のはずがない、大密に見積もって29歳くらいだろう。これ詐欺事件って言うのかな、なんかよくわかんないけど、これもベイカーとケネディでいいでしょう。だいたいさ、女性客をナンパしようとするレジ係ってのもなかなかの業のものですよね。仕事中にナンパするわけでしょ。窃盗事件です。エブリデイショッピングセンター、衣料品店の女性販売員から窃盗にあったと通報。若い女が4枚の T シャツを着用したまま試着室から出てくると、急いで店を後にしたらしい。店の入り口に設置したりつけながら警報が鳴ったが、女らはそれをすり抜けて逃げてしまったと。なるほど。これはじゃあパワーズと、まあ、一応女性客ということなので、ミルサップ、この2人でいきましょうか。 T シャツをね、脱がせなきゃいけないですからね。その時に女性警官じゃないとなかなかね、そういうことはできないと思うので、ミルサップを出しましょう。何？さらに依頼、ジャック、今日の18時に聖ヨハネ病院でちょっとした用事がある。札の邪魔が入らないよう、お膳立てしてから。これ500ドルか。ちょっと両方ともできれば派遣して3度勢いを止めておきたいなという気もするんですけどね。まあ、ちょっと余裕があるかどうかを見てから決めましょうか。まあ誤報だよね。出す必要ないと思ったよ。で、窃盗事件の方はというと、犯人を捕まえてますね。よしよし。で、16時39分になりました。質屋での武装強盗事件。ちょっと様子見ますか。3人の武装した男が質屋に強盗に入ったが、高度のセキュリティシステムが作動。ドアがロックされ、犯人、現行犯たちは中に閉じ込められた。彼らはここから解放しないと質屋のオーナーを殺すと威嚇している。なるほど。では、これはプラドにウィッタード、ゴーティエ、さらにプロクター、4人を出して犯人を検挙しましょう。強盗殺人未遂ですからね、もうこれ完全に。さすがにね、見逃せないですよね。さあ、聖ヨハネ病院。いやー、フリーバーグの強盗事件、こっちの方が先かな。営業終了間際の銀行に1台のバンが近づいた。マスクをした3人の男が車から飛び出すと、素早く銀行の中に消えていった。その様子を目撃したベディ・デイビスは直ちに警察に通報。ベディには彼らが武装しているように見えたが、確信は持てないと。なるほど。じゃあ、ここはパワーズにミルサップ、さらにケネディを出して、スワットチームも出しましょう。で、場合によってはベーカーも追加で出しますという布陣でいきましょうか。聖ヨハネ病院にはちょっと出せないかな。結果的に3度の肩を持つ形にはなってしまいますが、クリストファーサンドですね。まあ、ちょっと怒ってるかなって感じですね。これ以上のトラブルはごめんだということで、ちょっと怒りの内容が来てますが、武装強盗事件の方は犯人を逮捕してますね。まあ、あんだけ出しましたからね。聖ヨハネ病院の方は犯人は逃げられたけど、死者とかは出てないならいいね。フリーバーグの方はそうだよね、造園でベイカーを出しましょう。ちょっと心もとないですが。で、聖ヨハネ病院の方は見逃したので、3度から500ドル捕ましてもらいましたと。で、公然わいせつの方はどうだ、人が出せるかな。間に合えば出しましょう。間に合いましたね。数人の年配の男たちが公園のベンチに座ってストリップポーカーを楽しんでいた。待ってくれ、年配の男たちがやってるの？いや、ないな、これに関しては。まあ、女の人を出すわけにいかないんで、もったいないけど、プラドとウッダードにしますか。年配の男だからね、せめて若い女性だったら大歓迎なんですけどね。強盗です。これは犯人を検挙してますね。いい仕事したね、スワットチームも含めて。さあ、もう深夜にミッドナイトになろうかというところ。おお、やってるね。やってるやってる。男が勝ち起こったように立ち上がると、カードをベンチに投げ捨てた。そしてキッズパークに向かって尻を出し、ほら勝ったぜと叫んだ。これキッズパークにいるの？今もう23時12分でかなり遅い時間だけど、子供はキッズパークで遊んでるんだね。子供の目に触れないよう男の体を隠す。男の服を掴んで走り去る。コートを投げ入れ男を逮捕する。まずはでも男の体を隠した先だよね。犯人は捕まえましたね。
さあ、もう事件は勘弁してほしいな。このまま終わってほしい。ちょっと事件の方は進展がないが、事件の方はちょっとね、裏の方で時間あるときにちょっとやってみようかなとは思いますんで、一旦ここは先に進めちゃいますね。さあ、では勤務の方は終了していきましょう。お、久しぶりにストーリーが進みそうですね。Sorry, Jack, I gotta go. We've got a briefing. But, something's not right, Jack. Someone's leading us around by the nose. We'll talk later, okay? I'd almost forgotten the feeling. The feeling you get when you stay on the sidelines during a major bust. But I don't think I'll be out of the game for long. Palmer had nothing to do with this. The dentist, whoever he is, was a gift box meant for me. It just got delivered to the wrong address. And I've got a hunch who packed the box.歯科医の謎が深まりばかりですが、80日目ですね。ちょっとなまっちゃいましたけど、お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回は81日目、続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ続きもお楽しみにしていただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。